皆さんこんにちは仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です今日もよろしくお願いします今日の動画ブログは正しい見積書の作り方というテーマでお届けいたします、えー、見積書というとですね何かこう提案書よりも甘く見てる人が非常に多いような気がしています、えー、しかし見積書というのはですね、えー、最後 買,う買わないを決める時っていうのはやっぱり見積り書なわけですよねその見積書がですね分かりやすいか分かりにくいかによってですね、えー、まあお売り手のですね信用とかにも関わってきますしあとはお客さんの見込み客の納得度も違うっていうわけなんですよね。 えー、よくくあるのは見積もり一緒が非常に分かりにかでなぜ分かりにくいのかまず一点としては「どんんぶり感っっぽくなってるんです、ね、一式いくら」みたいなね一式っていうのは一体何があるんだということになってしまうわけです。でもう一個あるのがすごく細々書いてあって非常に分かりにくい、まあ、細かすぎる。 三森、えーまあ、書を作った方とすれば細かくした方が、まあ、内容が分かっていいだろうとだけどかえって分かりにくいっていうのがあるわけですねでもう一個は三森書の内訳が専門用語で何のことやらさっぱり分からないっていう、まあ、これもよくありがちなんです、えー。そうやって分かりにくいっていうことをですねこう考えていくと、えー、我々の身近の中で非常に分かりにくいのは車屋さん。 えー、特にですね整備工場とかねああいうところはでで専門用具を使うわけです例えばクーラントかどうのこうの、まあ、だけどクーラントって一体何って話なんですね。あとはエンジンオイルを交換しに行くとフィルターも交換しておきます。 っっててうんですけどフィルターそそも,そも何まあエアコンにもねエアコンフィルターってのついてますしあとは ATF がどうだこうだとか、えー、ワイパーブレードなんかワイパーなんだろうけどなんだみたいなねいろいろあるんですねこう専門用語が。 だその専門用語を使うがゆえにどん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 分かりやすく分かりにくくなってると、えー、まあ言ってる方がいいんですよ専門用語使えば楽なんでところがお客さんは全く分からない分からないんだけどまあプロの言ってることだから間違いないと思う点点点でお願いするわけです。でそのですねお客さんと売り手のですねこの溝をやっぱり埋めてやらないといけない。 で先日面白い話を聞いたんですけども、えー、専門用語を使ってるんだけどそれを専門用語じゃなくてお客さんが分かりやすい言葉に変えてしまってるっていうねれまあそうすればお客さんもその単語っていうか見ればあなるほどこういうことなのかとかねあとは家のこの修理だったりするとですねうんまあ 専門用語使ってもいいんだけど家のイラストかなんかってまあ一番の専門用語がこの部分だよとかね一番とかっていうのをそのイラストにつけておいたりとかいろんな工夫ができると思うので見積書は分かりにくいよりも分かりやすい方が絶対に受注率は上がると思っています。ということで見積書、えー、もう一回ですね御社の見積書を見直してくださいよく。 専門用語、分かりにくいところはないでしょうか。で、支払い条件も不明確だったりとか、いろんな問題がありますので、とにかくそうチェックしてみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ、MI コンサルティングの長谷川博之でした。